こんばんは、ひらかずでございます。今日はですね、さっきフェイスブックにもアップしましたけども、筑波のね、私学者さんっていうね、学習塾ね、講演をさせていただいて、さっきまでね、こちらのね、こちらの、私のフェイスブックなんですけど、こちらの先生方とね、ちょっと盛り上がって、ご飯をね、いただいておりました。今回、この方です。武藤さんっていう、この武藤さんですから、これ名前がいいじゃないですか、この方ですよ。呼んでくださってですね、この方もなかなか熱いから、っていうかもう皆さんこんな感じですから、もう最高でした。でね、でですね、ちょっと話変わるんです。ちょっと話変わるんですけど、ですね、今日すごいもの見つけました。すごいもの。これね、ちょっとね、あれです。白石さんのホームページじゃなくて、Facebook からですね、ちょっと見つけちゃったんですけど、これね、これフランスの、あれですよ、ホームページで。これちょっと、これわかります？これちょっと、わかります？これ何かっていうとね、かるかな？あれですよ。今。ね？あれじゃないですか。ほら。白石さん。バンデグローブのプレレースで、ニューヨークバンデってこう、出てるじゃないですか。なんとですね、これ、その、レースの、なんですかね、リアルタイムの位置が全部わかるんです。リアルタイムだけじゃなくて、過去のこの、全部わかるんですよ、とにかく。でね、これ、ちょっといいですか？ちょっといいですか？これわかるかな？これな、どうかな？あ、で、まずね、これわかりますね、これ。これニューヨークです、ここがね。ここがニューヨークで、ここがニューヨークで、こう来て、フランスのバンデなわけですよ。で、これちょっと拡大しましょう、これね。これこう、で、この今、わかります？これ。ほら、こっちに、ほら、こっちにこれ、出場選手。ね？出場選手。14艇出てます。で、ここ、これスタート時点では、これ多分、白石さん、13番手なんですよ。13番手。で、これでちょっと、この、これちょっと、拡大するじゃないですか。これ拡大しつつ、わかるかな？これ。ほら。スタートってこう。ほら。スタート。ほら。ほら。これね。この下のこのボタンをほら。ほら。動かすと。これわかるわけですよ。で、こう。スタートして、こう。白井さんの、これわかります？ここ、グレー、グレー、グレー、これが白井さんの、ね、ちょっと大きい。このグレーのやつ。で、これを、こう。こう動かしていくと、ほら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 、もう5月29日にスタートですよ。ほら、これ面白いです、これ。ほら、引き返してる選手もいるわけですよ、これ。これね。ね？ちょっと、で、これ、ちょっとね、これちょっと今度拡大っていうか、この、ほら、全体もちょっと見れるように、こうすると、こうなるわけですよ。このグレーのちょっと大きいのは白石さんですよ。ほいで、こう、ほら、ほら、なんか、あったトラブルあったなんていうか、これ引き返してるんですよ。で、港行っちゃうんですけど、白井さん中心、こう、ブワー、うわ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 、ちょっと、これ、待って、これ、ほら、あれ？で、これ、わかります？これ。明るくなったり暗くなったりするじゃないですか。これ、昼と夜ですよ。昼と夜。で、これ、もうね、こう、ブワー、来て、ブワー、来て、この、グレーの、おっきいの、白井さん。ブワー、行って、今、現在、これ、リアルタイムです、これ。これ、今、ここ、これ、白井さん。なんと、白井さん、6位でございます。6位。6位。で、これがね、すごいのがですね、なんとこれ、15分
ごとに一回ここに時間出てるんですよ、これ。ね？ほら。で、これちょっと多分ね、これ、どうすかね、これ。これ、更新すると、ほら !14 時15分、これ、UTC ってこれ、わかりますか？これ、UTC、UTC。UTC っていうのは、どうも、国際標準時間みたいな。あれだ、だからですよ。イギリス、ね。グリニッジ天文台の時間が多分基準だと思うんですけど、その時間で14時15分。もう今です、今。今、日本時間の、これね。わかります。11時、25分ぐらいですけど、これ、14時、15分ですよ。ほんまイギリスの。だから、だからだいぶ近いですよ。ここの位置がね、イギリスにもだいぶ近いところなので、ほぼそれに近い時間帯だと。昼間ですよ、昼間。ね？これ見てください、これ。これ見てください、これ。これ、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 これ。おろろ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 これ。これ。ねえ？これ、ね、これ、ちょっとね、私ね、これ何を言いたいのかっていうとですね、これ今回のこのレースは、別にこれ、あれなんですよ。これ、この後もし優勝したからって言って別に何があるわけじゃないです。大事なのは、規定時間内にゴールをしてですね、規定時間内にゴールができたら、白石さんが正式に、バンテグローブ出場が決まるわけです。だからこれはまあ、順位は、まあある意味、どうでもいい。で、白井さんも Facebook に書いてますけど、このレースの一番の大事な使命はですね、あれです。船を無事に安全にフランスに届けるってことです。ね？その中で、こう壊さないで持ってくるっていう。これはまあいいわけですよ。で、このシステムがあるってことは、もうお分かりですよね。11月6日スタートした後、3ヶ月ですから、世界一周。3ヶ月間これで全部リアルタイムできっとね、わかるってことですよ。ほんま今日ね、これ見てね、もう興奮しました。もう、白石さんがこれで世界一周をやっていく位置とか順位とか、今日はどうだとかですね、全部わかるってことですよ。はい。でね、ちょっとね、写真もちょっとお見せしますが、ちょうどね、これ、白石さんの、あれなんですよ、Facebook 見たらね、これが多分ね、おとといの写真なんですよ、おとといの。これわかりますかね、これね、ちょっとね、風が強くなってきて、これ嵐がやってくるぞ、みたいな。で、今朝アップされた写真はね、これすごくないですか？これわかるかな？これ。もう山ですよ。山。7メートルって書いてありました。7メートルの波がザブーンみたいな。でもこれでもね、だいぶ嵐やんだって、これ空が晴れてるじゃないですか。で、白井さんやっぱほら、船酔い。ね？船酔いですから、最初の頃の写真がですね、これちょっと見てどう思います？これ。これなんかスポンサーさんのね、キャラクターをこう持ちながら、全然目が笑ってないですから。これね、気持ち悪いんですよ。ね？で、ほら、これだってもうなんかちょっとなんか、これが確かスタートしてすぐのこの写真じゃないですか。で、これがね、その後なんですよ。なんかね、なんかむくんでますわ、これ白石さん。これね、これわかるかな。これ今日です、今日。これ最新。これね、やっとわかるかな。これ、白石さんの目にだいぶ力が私は戻ってきたように、これは見えてるわけです。ね？これも、この時計。これ、白石幸次郎モデルですよ。成功が作った白石幸次郎モデル。これ、やっちゃってますもん。え？でね、あれです。Facebook にね、書いてありました。白石さん書いてありました。やっと、これ10日ぐらいかかってるんですよ。ね。ピントが、あれ？ピントちょっとどうしたのこれ。で、白石さんね、言ってました。船酔い。やっぱね、完全に船酔いから復活のに10日ぐらいかかるらしいですよ。で、やっと、今ね、どうもだいぶ本調子に、なってきたみたいなので、
これもうね、もうすぐゴールですよね、これね。もう見てたらね、もうすぐゴールしちゃうんで、白石さんの本領発揮、こっからですから。これ、バンデグローブ出たら3ヶ月ありますからね。最初の10日はね、ちょっと調子出ないかもしれないですけどね。その後、バンバンいっちゃいますから。いやー、ちょっとねー。いや、これ。これ、ちょっと。これ。ね、もうちょっと、もう一回、見せましょうか。もう一回ね。ほらほらほら。このシステム、ほら。ほら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 。これ、最高。おー。15分ごとに、あれですよ。ほんと、リアルタイムで。ねえ、もうすぐちょっとゴール。あと1日2日ってとこじゃないですかね、これ。ええ。いやー、白井さん、頑張ってます。はい。ということで、白井さん頑張ってますよ。あ、でね、Facebook に書いてありました。このね、嵐のね、中をね、このメインセールってのは220キロあるんですって。で、いや、これバンデグローブに出るときにはもうちょっと軽いセールが欲しいってこう書いてあるわけですよ。で、ご存知の通り、まだお金ちょっと足りませんからね、セールを新しいの欲しいわけですよ。ぜひちょっと皆さんにね、またちょっと、あれですよ。またちょっとご案内しますから。ぜひそれね、ご協力、お願いしますよ。はい。今日ね、これちょっと見つけたんで、ぜひね、ちょっと皆さんも見ていただきたい。ということで、もう今日興奮しました。はい。ということで、皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみー。